どうも、九州タワーぞ。大輝です。はい、ということで、今回なんですけども、はい、6月ということで、はい、サラッとシリーズをやっていきたいなと思います。あ、サラッとシリーズ？サラッとシリーズなんやね。はい、毎年恒例です。もう、まあ、忘れてました？いやいや、もう今年もやるんやなと思いました、ね。もうやらないかなと思ったんで、正直。で、毎年サラッとシリーズの時にご紹介するアイテムがございまして、うん、そちらがですね、はいはい、サンダルでございます。サンダルね、はい、はい、サンダルですよ。サンダルなんですけど、もうサンダル紹介して4年になります。いや、まあまあまあ、毎年一足は必ず紹介してたもんね。まずね、3年前がラッキーベルから始まりました。ラッキーベルさん、はい、懐かしいな。ランチキさんでっていうのラッキーベルをご紹介してみました。その次の年に僕が高尾さんにベンさんをね、プレゼントしました。ベンさん T ね。そうっす。で、去年僕は魚さんを買いました。魚さんね。で、あと高尾さんと僕でまだおソロで、あのスノーピークの下駄を買いました。ゲタンね、はい、まあまあまあ結構変わり種系が最近多かったかな。そうです。で、今年は何をご紹介するかっていうところになると思います。僕自身は去年のバイングの段階からこのサンダル決めようと決めてたアイテムになるので、そちらをご紹介していきたいなと思います。高尾さんはどうですか？なるほどね。じゃあ第1回、いや僕はね、はい、後でのお楽しみということで、ちょっと、うん、後でのお楽しみじゃあ僕からね、後でのお楽しみ、はい、ご紹介させて、はい、いただきます。はい。こちらになります。まあ、こちら。そうだね。ライダーっていうブラジルのブランドのスポさんですね。ブラジル。こちらをご紹介していきたいなと思います。うん。このライダーっていうね、ブランドなんですけども、結構まあ B さんとか、まあ、結構いろんなこうサンダル出してるんですけども、まあ、特に B さんが、あの、多分こう人気なブランドで、もう30年以上続いてる老舗のブランドになります。で、そちらのブランドの、あの、まあ、いわゆるこうハイエンドモデルというか、まあ、スポーツのラインのサンダルを今回ご紹介させていただきます。で、こちらのサンダルなんですけども、実際にね、あのアイテムの詳細を見ていくとですね、まあそこまでこう大きく語るところはございません。もう値段がね、シンプルイザベスト系だね。3800円ぐらいで、なんかブラジルのルーツがあるっていうことで、ね、まあ、ちょっとね、ここの蛍光のね、ロゴ、こういうところ、蛍光グリーンのワンポイントがあるようなブランドで、毎年こういうサンダルをね、こう探してて、で、今回はちょっと鼻緒がね、まあ大きい、まあスポーツサンダルってことで、ね、鼻緒の感じがね、大きいあのアイテムを今回、まあ、存在感ある系だよね、はい、させていただきました。まあ、やっぱスポーツサンダルってだけあって、これまで買ってたやっぱ下駄とか、魚さんとか便さんに比べては、すごくあの履きやすさはあります、まあ、ということで、実際にね、履いた着用の方を見ていただけたらなと思います。Rage on that beat, going crazy. はい、いかがだったでしょうか。実際どうですか、履いてみた感じは。まあ、実際、まあ、僕なんか期待してなかったんですよ、まあ、正直な話。あ、履き心地なんですか。そうそうそう、こういう感じだし、してなかったんですけど、実際1日とか、まあ、実際に1週間履いてみて、全然ありだなって思えるようなサンダル。うん、そこまで厚手の、厚底じゃないサンダルの中ではすごく履きやすくなるサンダルかなと感じました。なるほどね、はい、いいよね。でも色も黒だしね。そうそうそう、結局もう可もなく不可もなくなんですよ。うん、いろんなコーディネートの落とし込みやすそうな感じはするよね。そうそうそう、なんかこれだって、これ絶対買いっていう感じでもないんですけど、まあなんかこうちょっと人と変わってサンダル欲しいなって思った方はですね、まあぜひおすすめなアイテムなのかなって思っております。こちらお値段がね、3000、先ほども言ったけど3800円のアイテムとなっております。すごくリーズナブルだね。まあ毎シーズン買っちゃうよねっていうサンダルになります。なるほど、なるほど、わかりました。ね、まあ、僕の方も長々とね、喋ってもすぐ時間ももったいないので、次行きましょう。ということでね、はい、僕、まあ、タスのね、はい、まあ、今年の、まあ、チャンネルなんですけれども、はい、こちらです。よいしょ
こちらそうっすね、はい、あのね僕も B さんを紹介させていただこうかなと思います。全然なんか B さんの雰囲気ないですよ、うん、いやまあまあこちらねちなみになんですけどブランドがね、はい、レインボーサンダルっていうねレインボーサンダルまあブランドなんですけれども、はい、まあ大体言うようにね、うんあのレザーのビーチサンダルとなっております。レザーだからやっぱそれだけちょっとビーチサンダルっぽくないちょっと上品さあるよっていうのはそこ、ねまあ、から来てるのかなと思います。いやそうっすよね。そうなんですよね、まあ、牛革の、まあ、ヌバックが使われているねサンダルですね、はい、です。待って待って待って俺が紹介したのと全然違うやんもうクオリティが。まあまあまあちょっとこう A ビーチサンダルみたいな。そうね A サンダルね。ということでね、まあ、ちょっとね、うん、こちらねご紹介をしていきたいなと思うんですけれども、はいまあ、ちなみにねこちらレインボーサンダルね、うんまあ、創業自体がね1975年というねお40年以上かな、まあ、創業のかなり歴史のあるね創業長いじゃないですか長いでそもそもまたこれがね、うん、すごくこう生産背景というか、まあ、で出来上がったきっかけが僕好きで、うんまあ、創業者の方はサーファーなんですけど壊れたビーチサンダルで汚れたねビーチを見た時に丈夫で長持ちするビーサンダル作ればもう海汚れねえんじゃねえかと思って作ったそういったねサンダルでございます。でその丈夫さっていうのがやっぱね、はい、一つのコンセプトにあるんですけど、はいまあ、丈夫さだけじゃなく、まあ、快適性っていうのもね追求してるねサンダルで、まあ、まずねまずこの鼻をですね、はいまあ、丈夫さと言ったんですけどこの鼻緒に使われているね、はい、ナイロンっていうのがミリスペックの、まあ、軍用ナイロンとなっております。なるほど。プラスパラシュートとかにも使われる、はい、ボックス型のね X 字縫いっていうね製法が取られています。なので、まあ、そのミリスペックナイロンとねこの縫いのダブルパンチでね 900kg まで耐えることができる鼻緒の仕様となっております。まあまあまあ規格外のね強度を誇る、ね、鼻緒となっております。いいね、うん、結構そこがねやっぱビーチさんって壊れやすい。そうそうそうビーチさんだってここが壊れちゃったりするじゃん、うん、なるほど。まず最初に、うんそういう心配一切ございませんよというね、はい、ビーチサンダルとなっております。で次にね、まあ、快適性っていうところね、はい、これ本当すごく履き心地みたいなところもすごくこだわっているサンダルで、はい、ソールにご注目いただきたいんですけれどもダブルレイヤーっていうね2層構造のあのソールをね採用してます。なのでこうミッドソールがね2つあるのがねお分かりいただけると思うんですけれどもすごくだからねクッション性というのはね、まあ、間違いないサンダルなのかなと。プラス、はい、まだサンダルね、はいはい、まだありますまだ、まだあります、はい、こう履いていくとこのソールがね沈み込んでいくんであレザーだから長く履けば履くほど履き込めば履き込むほどこう足の形になっていくとその使用者の足の形を覚えてくれてこうどん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 ね馴染んでいくと履けば履くほどさらにその履き心地っていうのがね良くなっていくようなサンダルとなっております。めちゃめちゃ A サンダル本当にめちゃくちゃいい値段するんじゃない それ値段まあ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 あとまあレザーまだねちょっとねあごめんなさいごめんなさいでまたレザーなんで当然ねエイジングの方もね楽しみいただけます、ね、変わっていくで僕は今回ねシアーブラウンっていう色を購入したんですけど、うん、めっちゃいい色だね。まあそう履き込んでいくとまあもうちょっとダークブラウンのような色に仕上がっていくんじゃないのかなって思います、ねまあ、ということでね、はいいかがでしょうか今回僕がおすすめするレインボーサンダルということでね、はい、まあまあまあお値段ね、まあ、気になるところだと思うんですけれども、はい、気になります、まあ、こちらね1万2000円プラスタックスとなっております。以上です。ということで、はい、今回高尾さんがレインボーサンダル僕が、ライダーのまあ言ったらスポーツサンダルをご紹介させていただきました。まあねそれぞれね良さあると思います、うん、僕の方は4000円くらいで、ね、気軽に履いていただけるサンダルなのかなと思ってます。まあ、高さの方はね、うん、本当にこう大切にゆっくりこう時間かけて経年楽しんでいくようなう、ねまあ、サンダルで、まあね、むしろ逆にガシガシ履いてもいいのかもね気にせず。あそうそうまあ、うん、すごいサーファーたちですごくね人気あるサンダルだから。そうだよね雨の日とかもね水濡れても大丈夫なんでレザーだけどぜひ皆さんね、はい、それぞれチェックしていただけたらなと思います。はい、はい、ということで今回はですねサンダルの方をご紹介させていただきました。この動画が良ければグッドボタンよろしくお願いいたします。ということで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。